相田理香子です。この相田理香子のラララジオは日曜日の夜に聞いてくださっている皆様に、私相田理香子がラララな時間を届けるラジオ番組です。改めましてバースデーイベントに来てくださった皆様、本当にありがとうございました。たくさん嬉しいお知らせもさせていただきましたが、皆さんびっくりしていただけましたでしょうか、ね、バースデー、感想メールもね、改めてまたたくさん溜まってから、読ませていただきたいと思いますので、もどしどしメールの方お待ちしております。そして、X で告知があったと思いますが、11月30日の有観客イベント、まだまだ行けますかのチケット申し込みが、開始しております。こちら先着ではないので、慌てず間違いのないように申し込んでください。そしてコミケのグッズも、きっと手に入れてくれていることでしょう。明日もですね、開催されますので、ぜひぜひまだの方はグッズ見に行ってみてください。それでは始めていきましょう。今夜も一緒にラララな時間を過ごしましょうね。改めまして、相田理香子です。じゃあ今週はですね、ここでおもちゃでラララのコーナーに行きたいと思います。今週皆さんにご紹介したいのはこちらです。あー、かわいい、かわいい、かわいいよー。ロリポップチャームチョコ、ロリポップチョコチャームだ。かわいいよー。これは多分ね、コンビニとかにも売ってるんだけど、うわ、もうずっとね、これは絶対に買うって決めてたんですよ。このさ、よく売ってるじゃないですか、こういうチョコ。アンパンマンとか、サンリオとかで。風の、チャーム、キーホルダーなんですよ。これはもっと種類あるんですけど、今回はちょっとよりすぐりの推しメンたちをね、持ってきました。かわいい。なんかね、多分これは出して、普通にカバンとかにつけるんだと思うんだけど、もうなんか、これで、なんていうの、完成されてるっていうか、この入れ物に入ってる状態が、チョコっぽくて、可愛いんですよ。だから、開けられていない。もうどうしよう。なんかもう、もったいなくて開けられない。このままなんならつけたいですもん、カバンに。あ、でもいけそうですよね。ここに穴開いてるから。ここに、チェーンを、つけて、まあ、どこに何のバッグにつけるんだっていう話ですけどね。かわいい。本当はカバンにでっかいチーカーのぬいぐるみとかつけて歩きたいんですけど、いい？歩いても全然いいですか？32歳、チーカーはつけて歩いてもいいですか？かわいすぎるこれ。またなんかね、ちょっともうちょっと喋っていい？ここのなんか顔の白さがちょっとオフホワイトになってるんですよ。真っ白じゃないの。本当は真っ白なんだけど、それがなんかちょっとミルクチョコレート風な感じになっているの。いや、これ子供とか間違えて食べちゃいますよね。超リアル。かわいい。こりゃもったいないよ。はい。多分、持ってる方もいらっしゃると思うんですけど。はぁ、かわいい。かわいい。ちいかわに囲まれてる。かわいい。私も可愛い。私も可愛くなってる。チーカーのおかげで。はい。いや、本当になんかね、そんな感じで、ちょっと、可愛いです。ぜひぜひ。まあ、もう、売ってないかな？どうだろう？ぜひ気になったらゲットしてみてください。特にゲーセンとかのプライズ商品ではないので。はい。ということで、皆さんから届いたメールをご紹介していきましょう。ラジオネーム。ルンちゃんさんからです。相田さん、こんばんは。先日、誰かが私を殺したオーディブル配信記念イベントミステリー座談会にお邪魔しました。今回の作品でナレーターをできたことが素直に嬉しかったと直接聞くことができて、自分のことのように嬉しい気持ちになれましたし、東野圭吾さんの作品やミステリー作品について話されている様子がとても楽しそうで有意義な時間でした。私たちが今回の相田さんの出演を知った時は、相田さんとしてはやっと発表できるというお気持ち
ちだったと思います。こんなにも嬉しい気持ちをどのくらいの期間自分の中に秘めて過ごされていたのでしょうか。私ならお話をいただいた瞬間誰かに話したくて仕方ない気持ちになると思います。相田さんのお話をいただいた時の様子などももう少しお伺いできたら嬉しいです。ちなみに私は休日の夕方に家事を終えてからリビングでゆったり今回のオーディブル作品を見たい派です、とのことです。ありがとうございます。いや最初にねお話をいただいた時はまあまあびっくりしましたよね。しかもその他のキャストさんも決まってる方とかもいらっしゃったんで、いやそう私はもうなんかサブのサブのサブぐらいだと思ってたので、あんななんかこう広告とかにもね一緒に載せていただけるとは思っていなくて、いや本当に光栄ですよね。そうミステリー座談会でも本当にあの編集担当チームの大久保さんがいらしてくださって、めちゃくちゃ貴重なお話をねたくさんさせていただいて、その舞台裏とかでもねいろいろお話伺ったりしたんですけど、その私が演じていた新沢っていう刑事はあの実はもう前からちょろっと出てきていて、これからも多分あの活躍する場があるっていう、これはイベント本編でおっしゃってたんですけど、いやなんかそんなね貴重な役をやらせていただけて本当に嬉しかったです。この作品を撮る前になんとなくその新沢のキャラクターをちょっと調整したいみたいな感じで、ボイスサンプルにない感じのちょっとその小説本編のセリフを一部いただいて、それをこう読んで撮って送らせていただいて、でこれを東野さんが聞いてソニーさんの感じをちょっとチェックしたいみたいな風におっしゃっていて、これ東野圭吾さん聞くのみたいな、もうなんかちょっと本当にドキドキで、そうなんかこうイベントの時もいらっしゃるかもしれないみたいなお話は伺ってて、あこういう場にも来られる方なんだ、いらっしゃるんだって思ってて、でイベント当日、いや東野さんいらっしゃいましたみたいな、あちらの部屋にいらっしゃいますみたいな、あそうなんだいらしたんだ、後でお会いできたりするのかなとかって思ってて、でも結局その後バタバタ次の現場行かなきゃいけなかったりでお会いできなかったんですよ。ああ残念って思ってて、でこの間そのオーディブルの座談会の時に大久保さんがこの間のその制作発表の時に東野さん行きたいって言ってたんですよ、行けなくて結局残念でしたみたいなこと言ってて、えあれ東野さん来てたって誰か言ってましたよって言ったら、いや言ってないですよそれ多分イマジナリー東野です言ってて、言ってたじゃん誰か、あっちのお部屋にいらっしゃいましたみたいな、みんなそわそわしてたんですよ廊下が、来てなかったんだみたいな、あれ何だったんだろうみたいな結局ねお会いはできなかったんですけど、いや本当に容疑者 X の献身だったりガリレオシリーズ本当に大好きで何回も見てた作品だったので、今回こうして携わることができて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。改めまして皆さんぜひぜひオーディブルでね楽しんでいただけたらなと思います。ではラジオネームあやさんからです。りかこちゃんこんばんは。先日インスタグラムに浅草でのお写真が投稿されていましたね。私は浅草といえば浅草寺というイメージしかなかったので、お写真を見てこんなところもあるんだと驚きながら拝見しました。クールな中にもりかこちゃんらしい可愛さが残っていて、とても好きなお写真たちでした。めちゃくちゃ暑い中の撮影だったと思いますが、浅草は楽しめましたか？またいつかお写真を撮るとなったらどんなシチュエーションで撮りたいですか、とのことです。ありがとうございます。いや本当にね今回も素敵なお写真撮っていただいて、こうお散歩しながらね一緒に撮りに行ったんですけど、そう個人的に浅草すごく好きなんで、なんだろう結構ねなんかどっか出かけたいなって思ったら割と浅草行くかもしれない。なんかいいんですよね、なんかちょっと軽く旅行した気分になれるんですよ。なんか割とさ電車でさ近場で行けちゃうじゃないですか都内から。そうだから結構行くんですけど、でなんか一緒に
よく行くお蕎麦屋さん行ってお蕎麦食べて、公園行ったり、あとその、なんか、なんて説明したらいいんだろう。地下街があるんですよ。そう、なんかちょっとレトロな、なんかちょっと東京じゃない感じの雰囲気の、そこがめちゃくちゃ暑くて、もう、なんていうの、全然こう空気が回ってないっていうか、暑い空気がこう溜まって、出て、そう、そこでもういくつか撮って、なんかニット帽をかぶって撮った気がする。クマ耳のニット帽を見つけちゃったんですよ、夏なのに。クソ暑い夏の中、可愛いクマ耳のニット帽をお店で見つけてしまって、それをこうね、暑い中かぶって撮ってもらったりとかね、いろいろ素敵なお写真たくさん撮っていただいたので、ぜひ見てください。です。どんなシチュエーション？どんなシチュエーション？そうだな、いつもこう撮っていただくとき結構ナチュラルな写真が多いんですけど、なんかコンセプチュアルな感じのもいいですよね。なんだろう、秋葉原とか行きたいな。秋葉原も結構雰囲気好きなんですよね。なんか、うん、なんか日本っぽいところ、日本のカルチャーというか、そういうのが光る場所が結構好きで、秋葉原もいいですね。はい、ありがとうございます。では続いて、ラジオネームしげのぶさんからです。相田さんこんばんは。以前の放送で iPhone12 が12以降が欲しいと言われていましたね。そこで相田さんにおすすめなのですが、今 iPhone を買うなら多少無理をしてでも最新型の15を買うことをおすすめします。というのも、15からは充電、何これ何ですかね、充電端子が従来のライトニングから USB タイプ C になるからです。確かに周辺機器を買い替える手前があるかと思いますが、このタイプ C はとても万能で高性能な規格になりますので、長く使うことを考えると15をおすすめします。カメラ性能も風景を撮るなら高い方がお得ですよ。私も前に使っていたスマホのローンが残っており、無理をしてでも15を買いましたが、とても満足しています。ぜひご検討ください。いやだからさ、15は画質が良すぎって話しましたよね。あれしましたよね、ここで。そう、画質が良すぎてもう肌のアラが全部見えちゃって無理って話をしたじゃないですか。ライトニングの話はちょっとよくわかんないです。ライトニングがなんだっていいって、え、違うの？タイプ C になる。え、その私タイプ C とか、そのタイプ何とかわかんないんですよ。何の話をしているのか。差し込み口が違う。あ、ね、そこ変えんなよって思うんですよ、いつも。いちいちスマホ変えるたびに変えんなよって思うんですよ。家にあるやつ使えなくなるじゃん。だから、わかんない。私が今私11 Pro なんですけど、ライトニング何 C ですか？え？あ、別。ライトニング A とかがあるんじゃないですか。あ、違うの？じゃあ今私はただのライトニングってことですか。え、じゃあ C になるのはなおさら変えたくないです。私はもう今壊れるまでこれを使うか、まだギリ12を変えるのであれば12を買いたいなって思ってるんですよ。なんか11 Pro 若干ね、なんか黄色いんですよね、画面が。私の、フィルターですかね。私のが悪いのかな。若干顔が黄ばむんですよ。変えたいんだけど、15は無理だよ。でもね、最近は、デジカメを買ったんですよ。まだ買って開封はしてないんですけど。何週間か開封してないんですけど。いや、なんか、そうそう、この間ね、その浅草行った時に、デジカメでお写真いっぱい撮ってもらって、それがすごい良かったんですよ。いい感じにこう、2007年代とかの昔のデジカメを買って、そうすると、なんか画質がいい感じに荒くて、なんか加工なしでもこう加工したように見えるみたいな。そうそう、それでちょっと今後オフショットとか撮っていこうかな、みたいな思っていて。だから、いいかな、もう iPhone のカメラは。とりあえず今のままでいいかな。はい。ありがとうございます。じゃあ続いて、ラジオネーム、くもさんからです。相田さんこんばんは。りかこさんはスーパーマーケットには行かれますか？最近いろんなスーパーのレビュー動画を見て実際に行ってみるのにハマってます。そのおかげで近くのスーパーより車に乗って気に入ったスーパーに買い物に行くという現象が起こっています。今僕がドハマりしているスーパーが
ロピアです。リカコさんはお気に入りのスーパーとかありますか？特定されない程度に教えていただけたら嬉しいです。リカコさんのイベントがあるときは移動手段で夜行バスを頻繁に使うのですが、そのときは池袋のサンシャイン声優で、弁当を買って一人で食べて大阪に帰るのが定着しました。スーパーシカかな。とのことです。へぇ、あ、なんかロピア？ロピアって聞いたことないです。そうなんだ、ロピア。ロピアは神奈川が多い。行ったことないな。どのスーパーが好きか。私は成城美味しいですね。でも、その、なんか野菜とか肉とか買うときは、もっと違うスーパー行きます。成城美味しいは、なんか惣菜単品とかで買うとき、なんかこう、果物を買って現場行きたいなみたいな時に行く感じです。日常使いのスーパーではないかな、さすがに。贅沢、そうそう、贅沢品が多い。でもたまに調味料とか買いに行ったりします。いやー、またね、紀ノ国屋とか行くとすごいですよね。紀ノ国屋、たまにこう、なんかこうスーパー好きだから、あの表参道のあの辺に、青山あの辺にあるんですよ。うわーみたいな、ここで日常的にその野菜とか果物とか買ってる人さ、すごいなーって思いますよね。あとなんだろう。あとは別にこだわりないかな。あったスーパーで、みたいな。まあライフ、イオン。あ、でも、イトーヨーカドー好きです。あんまり行かないけど、イトーヨーカドー、イオン、ララポートはめちゃくちゃテンションが上がります。なんかね、イトーヨーカドーめちゃくちゃ好きなんですよ。わかります？あの、なんか子供のおもちゃ売り場とかで隣にそう ゲーセンがあったりとか、めっちゃテンション上がるし、そう、ララポートと同じでヒーリングスポットだと思っていて、あのパワースポット的な、癒されるんですよね。なんか疲れないっていうか。で、フードコートでたこ焼き食べたりとかっていうのが結構私は幸せな休日の過ごし方。そう、やんないというか近くにないんですけど、たまに行きます。はい、皆さん、たくさんのメールありがとうございました。先日出演させていただきました東京アイドルフェスティバルのお便りもたくさんいただいておりました。全部読ませていただいております。ありがとうございます。これからもたくさんのメールお待ちしております。それではここで一曲お聴きいただきましょう。アイダリカコでマイメソッド。なりふり構わず自由気ままに、行き先など決めないで行こうよ。ここからはこのコーナーをお届けします。アイダリカコクイズ。皆さんから送ってもらった私アイダリカコに関するクイズに私自身が回答していくコーナーです。では紹介していきましょう。ラジオネームサトピさんからです。問題です。昨年リリースの
ミニアルバムアクト2、こちらをアニメイト店頭で購入しますと、相田さんのメッセージ入りレシートが特典としてもらえました。そのレシートには複製サインにメッセージのほか、可愛らしい動物のイラストもありましたが、その動物たちの吹き出しにはどんなセリフが書かれていたでしょうか。全然覚えてないです。写真ちょっと見てもらっていいですか。え、全然覚えてないよ。なんかまずこれが何の動物なのかもわからない。自分で書いて。うさぎ？うさぎとなんだこれ。カワウソ？うさぎとクマかな。なんかリンゴと人参が添えてあるんですよね。何ですかねこれ。全然覚えてない。もう基本的になんかこういうイラストとか、こういう系もノリで書いてるんで、もう本当に覚えてないんだ。なんだろう。人参、リンゴ、とかですかね。みたいな感じですか。人参好き、リンゴ好き。めっちゃバカ。めっちゃバカ。ほぼ正解。人参です。リンゴです。ほぼ正解で。じゃあ、丸。人参大好き、リンゴ美味しい。え？これ私描いた本当に。アクト2に全く関係ない絵と吹き出しに笑っちゃいました。こんな斬新なレシートもなかなかないので、色あせないよう暗いところで大事に保管しております。明るいところで保管してよ。怖すぎる。全然に覚えてない。怖い。次。ラジオネーム、ライナーさんからです。2022年2月23日の相田さんのツイッターにおいて、相田さんは効果に関するツイートをしていました。さて相田さんはどんな内容をつぶやいていたでしょうか。小銭ってことですか。全然覚えてないです。なんか小銭の写真載っけたってこと。いや、私そんなことしてないの。小銭の話をした。ギザ銃が、来て幸せみたいなこと。違う。500円玉が綺麗だった。令和の500円玉だった。令和4年の500円玉だった。あ、3年だった。惜しい。令和3年の500円玉を見つけたつぶやき。そう。この間初めて新しいお札来ました。千円札。千円札来たけど、速攻ガチャで溶かした。全部。また来るやろと思って。そう。1万円札も見たかな、見たかな。なんか増えてきたよね、最近。続いて。ラジオネーム、太郎さんからです。リカコちゃん、こんばんは。引っ越しの片付けをしていたら、雑誌を手にして長々と読んでいて、そこで見つけたものをクイズにさせていただきます。アクアキャストさん、みんなで表紙を飾った。2018年7月号のメンズノンノにて、共演しているキャストの中で彼女にするなら誰という質問に、リカコちゃんは誰と答えていたでしょうか。一人ではないです。あったね、こういう質問。そんなんさ、無理でしょ。そんなそんなん答えろって言われても本当は無理な話なんだけどさ。いやでもね、多分変わってないと思う。アイナちゃんかヒカでしょ。ほら斉藤ヒカさんと鈴木アイナさん。この時から6年経っていますが、答えが変わっていることはありますか。それとも変わらずお二人ですか。むずいよね。またそのさ、友達とかメンバー間、家族ともまた違うじゃないですか。彼女ってなるとみんな好きだけど、むずいよね。まあこの二人でしょう。変わってない。変わってなかった。はい。ということで、今回は以上になります。引き続き、私、相田理香子に関するクイズをお待ちしております。問題と答え、情報のもとを一緒にお送りください。以上、相田理香子クイズでした。相田理香子のラララジオ。
このララジオエンディングのお時間です。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。宛先はりかこアットマーク joqr.net rikao@joqr.net です。番組の感想や各コーナーへの投稿をお待ちしております。そして番組公式 X も稼働中ですので、ぜひフォローしてください。また推奨ハッシュタグはカタカナでラララジオです。ぜひつけてポストしてください。ここで私からのお知らせです。私のアーティスト活動5周年を記念した楽曲マイメソッドが配信中です。リリックビデオも YouTube で公開中ですので、ぜひご覧ください。そして先日のバースデーイベントで新しいお知らせをたくさんさせていただきました。詳しくはですね、アーティストオフィシャル X を確認してください。続いて番組からのお知らせです。明日12日月曜日まで東京ビッグサイトで開催されるコミックマーケット104の文化放送 A&G ブースで番組5周年グッズを発売いたします。T シャツ&ステッカーセットとアクリルキーホルダーです。どちらも私が描いたイラストがデザインされております。きっと本日ね、手にしてくださった方もいらっしゃると思います。めちゃくちゃ暑いので、明日も参加される方は、ぜひ水分補給などして参加されてください。続いて、11月30日土曜日に有観客イベント、まだまだいけますか?を開催します。会場は全電通労働会館です。夜の部のゲストに吉武千早ちゃんが来てくれます。チケットは税込み5500円で現在申し込み受付中です。申し込み期間は8月25日日曜日23時59分までです。詳細は番組公式 X から確認してください。それではこの時間のお相手は相田理香子でした。この後のコーナーもぜひ聞いてください。それでは皆さん、ララバーイ。日夜反省会。このコーナーでは放送での反省を私なりにしていきます。ちょっとさっきライトニングとか端子とかの話をしてて全くついていけてなかったんで、実物を用意していただきました。多分私がいつも使ってるのはこれ、ライトニングですか。これがタイプ C、 よく使われてるやつだそうです。私これはあんま使うことない。これがなんか出てくるとちょっとテンション下がります。使うことないから。これも結構使う。でも私これ。これ何?これは A ですか ?B?C?B? ライトニング B。え?あ、ライトニングじゃないの?もうダメだ。もうダメだ。え、ただの B ですか?タイプ B。これは、よく美顔器とかの充電に使います。はい。ちょっと、ほんとあまりにもわからなすぎるんで、ちょっと勉強したいと思います。